初めに総理から発言がございます皆様方からですね、その後ご質問をいただくということで進めさせていただきたいと思いますそれでは総理よろしくお願いいたしますはい。本日関東の1都3県関西の2府1県そして北海道を除く39県について緊急事態宣言を解除することといたしましたその判断については今回 専門家の皆様のご協力を得て、感染の状況、医療提供体制、監視体制の3つについて、具体的な数値なども含め、解除の客観的な基準を策定いたしました。週週間前と1週間前前とを比べ新規の感染が減少傾向に あること貯金1週間の合計で10万人当たり0.5人以下に抑えられていることさらには感染経路がわからない感染者の発生状況など総合的に判断することといたしましたそしてこうした基準に正しい39件についてはいずれも今後徹底的なクラスター対策を講ずることで感染拡大を 防止できるレベルにまで抑え込むことができたと判断いたしました重症者も減少するなど医療提供体制も改善しており検査システムも新規感染者の動向を適切に判断する上で十分に機能していると考えますこうした評価について尾身会長をはじめ 諮問委員会の専門家の皆さんの賛同を得て今月末までの期限を前倒しして本日付けで十九件の緊急事態宣言を解除することといたしましたこの後の政府対策本部において決定いたします残りの八都道府県では感染者数の大きな減少に加え人口呼吸器が 必要となる重症者も東京や大阪ではピーク時の6割ぐらいまで減少していますが、まだリスクは残っていると考えます。引き続き気を緩めることなく外出自粛などにご協力をお願いいたします。地方への移動も控えていただきたいと思います。1週間後の21日を 目処に、もう一度専門家の皆さんに、その時点で今回決定した解除基準に照らして評価いただき、可能であれば31日を待つことなく解除する考えです。医療従事者の皆さんの献身的なご努力に対しまして、改めて敬意を表します。なな治療によって、どで感染症から回復した方は、 累計で1万人を超えました逼迫した医療現場の状況も全体として改善傾向にあります一時700人近くまで増加した全国の新規感染者はこのところ毎日100人を下回る水準で推移していますこの一か月で7分の1以下に 減少しました。すべては徹底的な外出自粛などの要請に。ご協力してくださった国民のますま一人一人の行動の結果であります。改めて心より感謝申し上げます。そして多くの地域における緊急事態宣言の解除によって。ここから。コロナの時代の。新たな日常を。取り戻していく。今日は。その。 本格的なスタートの日でありますレストランなどの飲食店、百貨店や商店街、各種の商店、映画館、劇場、博物館や美術館などの文化施設、公共交通機関、さらにはホテルや旅館、80を超える業界ごとに専門家の助言のもと、本日、 感染予防のためのガイドラインが策定されました。これは現場で働く皆さんを感染リスクから守るための指針であり、そして消費者の皆さんに安心してそれぞれのサービスや施設を利用いただくための指針でもあります。解除された地域を中心に、事業者の皆様にはこのガイドラインを参考に 事業活動を本格化していただきたい。新たな日常を共に作り上げていきたいと考えます。しかし、どんなガイドラインも感染リスクをゼロにすることはできません。緊急事態が解除された後も、私たちの目の回りにウイルスは確実に存在します。北海道では2月下旬に 独自の緊急事態宣言を出し感染者を大きく減少させることに成功しましたしかし3月半ばの解除後23週間経った頃から感染者が再び拡大傾向となりましたドイツでも行動政権を緩めた直後感染者が増加に転じ再び ロックダウンをせざるを得なくなった地域があります当初抑え込みに成功したと言われたシンガポールでも感染者が大きく増えました韓国でも先週ナイトクラブで集団感染が発生したというニュースをご覧になった方も多いと思います気を緩めた途端一気に感染が広がっていく全てをかつてに 戻した戻した途端、あっという間に感染が拡大する。これがこのウイルスの最も怖いところです。これまでの努力を無駄にしないために、解除された地域の皆さんに3つのお願いがあります。第はは少しずつ段階的ににとということです解除さされた地域の皆さんにもはや 外出自粛はお願いいたしませんそれでも最初は人との面会は避ける、電話で済むものは済ませるなど、人との接触をできる限り減らす努力は続けていただきたいと思います。解除された地域の中でも、県をまたいだ移動については、少なくとも今月中は可能な限り控えていただきたい。段階的に 日常の暮らしししを取り戻していいいたただくようお願いいたします第2は前向きな変化はできるだけこれからも続けてほしいということでありますオフィスの周到については多くの皆さんのご協力によってこの1ヶ月でテレワークが普及しました改善すべきは改善しながらこの前向きな変化を 今後も継続していただきたい。雑通勤などの取り組みも混雑を避ける上で有効であり、ぜひこれからも続けていただきたいと考えています。第3は、日常のあらゆる場面でウイルスへの警戒を怠らないでいただきたいということです。こまめな手洗いを転がけていただくことはもとより、 常に人と人の距離を十分に取り密集は避ける外出するときは必ずマスクを着用し他の人との密接はできるだけ避ける屋内より屋外で密閉は避ける専門家の皆さんが取りまとめた新しい生活用紙も参考に3つの密を生活のあらゆる場面で 避けていただきたいと考えています特に三つの密が濃厚な形で重なる夜の繁華街の接待を伴う飲食店バーやナイトクラブ、カラオケ、ライブハウスへの出入りは今後とも控えていただきますようにお願いいたしますいずれもこれまで集団感染が確認された場所であり身を守るための行動を 重ねてお願いいたします社会経済活動を本格的に回復させる一方で同時にこのウイルスの感染拡大を抑え込んでいくこれほど難しい作業はありませんこれまで以上にお一人お一人のご協力が必要となりますウイルスとの暮らしウイルスが 身の回りにいることを前提にその感染リスクをできる限りコントロールしながらいつもの仕事日々の暮らしを取り戻す新たな日常をしっかりと時間をかけある程度の試行錯誤も重ねながら確立していく必要があります世界中どこにもまだ こうすれば大丈夫という正解はありません。長い道のりも覚悟する必要があります。だとすれば、その間も私たちの暮らしと雇用と暮らしは、何としても守りにいっていかなければなりません。新たな日常への道のりを国民の皆様とともに一歩一歩前進していく。 そのためにはもう一段の強力な対策が必要である、そう判断いたしました。先般の事業規模117兆円の補正予算を強化するため、政府として直ちに二次補正予算の編成に着手いたします。この後の後政府対策本部で指示いたします。 給料休業を余儀なくされている皆さんの暮らしを守るため、雇用調整助成金を抜本的に拡充します。1日8000円余りが上限となっていた助成額を世界で最も手厚いレベルの1日1万5000円まで特例的に引き上げます。ささらに雇用されている方が直接 申請することができ、そして直接お金を受け取れる新たな制度を創設いたします。世界的な感染の急がには全く終わりが見えません。世界経済がリーマンショックとは比較にならない、まさに百年に一度の危機を迎えています。世界的な大企業から大きなダメージを受けています。 そうした中で、連鎖倒産という事態は絶対に防がないければなりません。大企業から中堅、中小企業に至るまで、資金繰り支援のさらなる充実に加え、必要があれば機動的に十分な規模の資本性の資金を投入することも可能とし、事業の存続を強力に支えします。 中小小規模事業者の皆さんには使い道が全く自由な現金を最大200万円お届けする持続化給付金の受け付けを今月1日から開始しています手続きを徹底的に簡素化し1週間後から入金をスタートしましたこの1週間だけで8万件余りの中小企業個人事業主の皆さんに合計 1> 1, 億円をを超える現金をお届けしています月末の資金繰りを乗り越えていただくため、実質無理し、元本返済最大5年据え置きの融資を実行していくとと合わせ、一向一層加速していきます。その上で、感染症の影響が長期化していることも踏まえ、家賃負担を 軽減するための給付金も新たに創設いたしますさらには感染防止措置などを次なる事業展開を応援する最大150万円の補助金などあらゆる手を尽くして地域経済の核である中小小規模事業者の皆さんの事業継続を力強く後押ししていきます自治体による感染症対策を支援する交付金も 大きく充実します拡充しまますす自治体と緊密に連携しながら次なる流行の波をできる限り起こさないようにそして仮に起きたとしてもその波をできる限り小さくするように万全の備えを固めていきます医師が必要と判断した場合には直ちに検査を実施していく昨日 薬事承認した抗原検査機器とはそのの大きなな武器となるものです。抗原検査は、多くの皆さんが病院で受けたことがあるインフルエンザの検査と同じ仕組みです最大6時間を要する PCR 検査と異なりわずか30分ほどで結果がわかるため医療現場で簡便に陽性判定を行ます 行うことができますウイルスが多い場合には PCR 検査と同等の検出感度があります。感染力の高い人を早期に見つけることで感染拡大の防止に大きな効果が期待できます。来月には1日当たり2万人から3万人分の検査キットを供給できる見込みであり従来の PCR 検査と組み合わせながら量においてもスピードにおいても検査体制を強化していきます。PCR 検査についても唾液を使った検査の実用化を加速します。鼻の奥から検体を採取するこれまでのやり方と比べ検査に従事する皆さんの感染リスクを大きく軽減し検査件数の増大にも寄与すると。 考えますあらゆる手を尽くして医師が必要と判断した皆さんにスムーズに検査を実施する体制を整えることで市中感染の広がりをできる限り抑えていきたいと考えています。重症者への治療薬として承認したレミデシビルは国内の重症者治療に必要な量を確保し 医療機関における投与が始ままっていますアビガンについても有効性が確認されれば今月中の承認を目指しますさらにはフサンアクテムライベルメクチンいずれも日本が見出した薬です別の病気への治療薬として副作用なども判明し それを踏まえて処方すれば安全性は確認されていますすでに臨床研究や治験を進めていますがこの感染症への有効性が確認され次第早期の薬事承認を目指す考えですそれぞれの薬の長所が異なることからこれらをうまく組み合わせることでさらなる治療効果も期待できます 感染爆発を起こすことのないよう、流行の波をできる限り小さくし、また、後ろに遅らせる中で、有効な治療法を一日も早く確立したいと考えています。次なる流行のそれは常にあります。新たな日常に向かって社会経済活動を 本格化する言葉は当然。そのリスクを高めます。皆さんお一人1人が十分な警戒を怠れば、2週間後の未来は予断を許しません。感染者の増加スピードが高まってくれば、残念ながら2度目の緊急事態宣言もありうる。今回はその。判断にあたっての考え方も。 お示ししています、まあ、しかし国民の皆様のご協力があればそうした事態は回避できます2月下旬学校の一斉休校大規模イベントの自粛をお願いいたしました国民の皆様には大変なご負担をおかけいたしましたが結果として私たちは中国からの第一波の 流行を抑え込むことができた国立感染症研究所のゲノム分析によればそう推測されています国民の皆様のご協力に感謝申し上げますえ、そしてこの一ヶ月余りの皆様の努力によって私たちは欧米経由の第二波も抑え込みつつあるそして我が国の 人口当たりの感染者数や死亡者数は G7 主要先進国の中でも圧倒的に少なく抑え込むことができている。これは数字上明らかな客観的事実です。すべては国民の皆様のご協力の結果であります。大変なご苦労をおかけしております。 長期にわたって生活の制約の多い暮らしが続く中で大きなストレスもたまっておられると思います。ただ私たちのこれまでの取り組みは確実に成果を上げています。今また感染拡大を予防しながら同時に社会経済活動を本格的に回復させていく。新たな日常を 作ってあげるという極めて困難なチャレンジに生み出しますしかしこのチャレンジも国民の皆様のご協力があれば必ず乗り越えることができる私はそう確信しております私からは以上でありますこれから皆様から質問をいただきます、えー、質問に対しましては安倍総理と尾身会長にご対応いただきます 総理会長恐縮ですけども所定の場所にご移動願います、えー、質問の内容におりましては尾身会長からご説明をいただくこともありますのでご了解願います、えー、質問希望される方その意思表示は発声ではなく挙手でお願いいたします、えー、私が指名をいたしますので、えー、指名を受けられた方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにされた上で、えー、お願い質問をお願いいたします はじめに患者の方から質問いただきますはいどうぞ産経新聞の川ですよろしくお願い致します緊急事態宣言について伺います、えー、今日愛媛県内で新たに17人の感染が確認されましたが その愛媛県も含めて宣言を解除する39県と残りの8都道府県で判断が分かれた最大の決め手は何だったんでしょうかまた8都道府県については今日う14日時点で解除に至らなかったわけですが率直にこれをどう評価してますでしょうか。 また、ヨーロッパなどでは社会経済活動の再再開後に感染者が再び増えていますますた総理も今おっしゃったように、感染のリスクをゼロにすることはできないというふうにも思います。その中で、日本でも今後、宣言を解除した地域などで、感染が再び広がる可能性がありますが、31日までの全面解除に向けた政府の戦略をお聞かせください。 で万が一なんですけれども、えー、と今後、感染が広がってです、ね、期限の31日までに8都道府県すべての地域で宣言を解除できなかったり、あるいは39県で再び宣言を発令することになった場合の経済の影響、それから総理の政治責任についてはどういうふうにお考えでしょうか、よろしくお願いしま,す、はいえー、まず、今回、えーま、解除とならなかった8都道府県の皆様に、 おかえっては引き続きご苦労を知ることになりますが確実に収束に向けてその八都道府県においても前進をしているのは間違いないんだろうと思います今西原区は気を緩めることなく外出自粛などにご協力をいただきたいと思っていますその上で政府としては専門家の皆様にも評価をしていただきながら可能であれば期限の三十一日を待たずに解除する考えであります えーまあ、かねて申し上げておりますように、まあ、有効な治療やワクチンの開発まで、新型コロナウイルスとの闘いは続いていくわけであります。またこれはの国内で収束すれば、それで終了ということではなくて、ま、たやはり海外から常に入ってくる可能性がありますから、まあ、世界的に収束をさせていく必要がありますが、ある程度の長期線も確保する必要があるということは、そういう意味も含めて申し上げているところであります。 緊急事態宣言が解除された後にもウイルスは確実に存在をするわけでありまして国内外の例を見ることなくですね緩めばまた一気に感染が拡大をしていくそのことを十分にみんなで、ね、認識をしなければならないと思いますそして再び緊急事態宣言再認定する 再宣言をするということについてのですね、まあ基準についても今回お示しをしているところであります。ま、え、あ、ー、この中にあっても大切なのはやっぱり三つの密をですね。まあ徹底的に避けながら。新しい生活様式を作っていくことだろうと。思います。まあ今が。この。先ほども、申し上げましたが。えー、まあ社会経済活動を。この。回復しながら。まあ同時に感染を抑えるというのは大変難しい。えー、これは。 対応になりますがこれはもうみんなでこの対応をしながら、まああままさざまな、えー、基準についてお示しをしておりますし、各業界団体においてもです、ね、それぞれガイドラインも作ることにご協力もいただいておりますそうしたものをしっかりと活かしながら対応していきたいと思っていますそしてわ私,私の責任とは何かというふうにありますが私の責任とはですねまずは何と言っても国民の健康と命を守り抜入ていくといことであり そして暮らしと雇用を守り抜いていくことであります。しっかりとその責任を私は果たしていく決意と覚悟であります。そして国民の皆様ともに新しい日常をつる上げていきたいと思っています。そこにそその点においても責任を果たしていきたいと思います。まあ同時にまあ今後の感染。まあ再び拡大をしていくということに備えまして。 その危険性に備えまして医療提供体制や。検査体制の整備など。国として責任を持ってしっかりと。果たしていきたいと思います。はい、それでは感謝からもう一社質問いただきます。はい、どうぞ。北海道新聞の佐藤と言います。宣言会場を見送った八都道府県をはじめ、暮らしや経済の悪化は全国的に深刻です。 あの総理今、今二次補正の指示をされるとおっしゃいまして、えー、雇用調整助成金の具体的なお話もありました。えー、その他、例えばあの学生の支援ですとか、えー、臨時交付金、事業者の家賃補助などの具体的な内容やですね、えー、規模などをお示しいただけたらと思います。えー、またあのコロナ禍の最中での検察庁法改正に SNS 上であの著名人を巻き込んだ反発が広がり、与野党にもなぜ今なのか。 コロナ対応を優先すべきだとの声があります三権分立恣意的人事の懸念がある中、えー、政,治政治の信頼を保つため成立を一旦見送る考えはないでしょうか併せて黒川東京公権検事長は物理的に検事総長に就くことは可能ですがぜひどのようにお考えでしょうか、はいえー、まずはじめにですねまあ規模についてはまさに、えー、今日この後の本部でですね、えー、編成作業について指示をいたしますそしてその中でですね当然規模も 出てくるわけでございます今、この場でですね規模をお答えすることはできませんが、当然、政府としてもしっかりと、この状況に対する規模感を持って、ですね編成していきたいと思いますし、今、まさに与党においてもですねいろんなご議論もいただいておりますし、野党の皆様のお考えも伺いたいと、その際、先ほど申し上げました誇張金についても、ですね上限の課題がありましあそれを世界で最も手厚いレベル、1日1万5万五千円まで、特例的に引き上げていきたいと。 思っておりますし、また、えー、アルバイトによってですね学生生活を支えている学生さんたち、大変厳しい状況だと思います。そういう皆さんに対する対応や家賃支援、あるいは先ほど最初に触れましたが、えー、中小・小規模事業者に対する一層の支援や、あるいは中堅企業や大企業に対するこれは、被写支え等も今や必要な状況になっている、まあ、そういうことも含めてですね、えー 安心できる規模でですね編成をしていきたいと思っています。また、これまでですね支援が遅い、届かないという厳しいお叱りもいただいております。我々その状況を真摯に受け止めながらですね、何としてもそうした状況を目ずまれを解消し、よりスピーディーにお届けするようにですね、これからも全力で取り組んでいきたいとこう思っています。 また、検察庁法の改正についてでありますが、今般、まさにこの公務員全体のですね、天然庁に関わることでもあるわけでございますが、あのいわば政府としてはです、ね、ご承知のように、今、コロナウイルス感染症の拡大防止に全力を挙げて100、100%力を入れて取り組んでおります。一方国会においてはさままざな法案ですね この法律だけではなくて、年金等々もあさまざまな法案においてです、ね、国会議員としての立法府としての役割を果たしていただいているとこう思っておりますその中で国会のスケジュールについてはまさに国会で皆さんが決めていただいているというふうに思うわけでございますがあの検察庁法の改正法案はですね高齢期の職員の豊富な知識や経験等をですね最大限に 活用する観点から一般職の国家公務員の定年引き上げで定年を引き上げること等に合わせて検察官についても同様の制度を導入するものであります。そうしたそもそもですね、検察官は行政官であります。行政官でございますからこの三権分立ということにおいてはまさに行政そのやっぱ強い独立性を持っておりますが行政官であることは間違いないんだろうと思います。 また、今度は内閣がです、ねまあ、任命するというのはおかしいじゃないかと言われておりますが、そもそもです、ね、そもそも従来からです、ね、内閣または法務大臣が行うこととされておりまして、認証官については内閣が行う、それ以外のについては法務大臣が行うことでございまして、今までと全く変わりがないということでありまして。 今回の改正により,よりです、ね、三権分立が侵害されることはもちろんありませんし、恣意的な人事が行われることは全くないということは断言したいと、このように思います。また黒川さんの人事についてはまだ決めておりませんから、今ここで,です、ね、まさに私がそれを申し上げるというのは恣意的になるのではないかと思いますので、今、この段階では申し上げることができないということであります。また国民の皆さんの 皆様の理解が深まるように努力を重ねていかなければならないと思ってますはいそれではこれからあの幹事社以外の皆様からの質問をいただきます改めてではございますけれどもあの質問のご希望の意思表示は発生ではなくて挙手でお願いしたいいたしますあの私指名いたしますので近くのマイクの前にお進みいただきまして所属とお名前を明らかにされた上でですね えー、お願いをしたいご質問をお願いしたいと思います。あのご質問ご希望され方毎回大変多数いらっしゃいますので、えー、お一方一問でお願いいたします。はい、それではご希望されたあの挙手をお願いいたします。はい、じゃあ茂木さん。日本経済新聞の茂田です。あの緊急事態宣言の,の解除について、えー、お伺いいたします。本日東京ではあの三十人の新規感染者が出ました。 えー、今回、東京に加えて千葉、埼玉、神奈川3県が維持となったわけですが、えー、東京の感染が収まらなくなった場合、この3県について先行してあの解除するという選択肢はあるのでしょうか、もしくはセットで考えるのでしょうか、教えてくださいあのこの解除についてはです、ね、今回も専門家の皆様のご意見をいただきながら、諮問委員会で決めていただきましたので、あの詳しくは尾身社長から。えー お答えをさせていただきたいと思いますが、まあ今回の基準の中にもですね、まあ近隣都道府県の状況ということが書かれています。まあ <laughs> その中で、まあ例えば千葉県は相当新規感染者数これを抑えることができておりますが、まあ東京と密接な関係にあるということもあります。ただ東京都においてもですね、まあ一時に比べる相当新規感染者数は 減少ししててきいいるわけでございますしもう一点医療提供体制との関係におきましてもですね退院する方の数が相当増えてきております全国、まあ、で見ましても最初に申し上げましたようにですね100名以下の方が今新規感染者として報告されていますが退院される方はですね、まあ、最近は300名400名700名と大変多くの方が 日々退院をされておられますから、いわば入院されている方の数も相当減ってきている、当然、その中で大きな数を占めているのが東京都でもあるんだろうと、その中でクラスターとしてどれぐらい置いているかということもあり、ですね、まあ、判断しなければならないと思いますが、あの小見先生からもしろあのお答えをいただければと思います。えーえー、あの一つの県がが先行して解除すすることとあり得るかというお話ですけども 実はあの今回、我々あの政府に対して解除の基準という考え方についてあの提案させていただきましたけど、その中には、もちろん医療の問題、それから感染状況の問題、それから検査体制の問題、それからもう一つ考えていただきたいといったのは、その生活圏、一つの圏を独立としているんじゃなくて、その生活圏、人の動きが、まあ、極めて多いようなところは、一つの、まあ 単位として一体の単位としてまあ検討していただきたいということも申し上げたということであります。はい、それではあの次の質問をいただきますのでご希望の方挙手をお願いしたいと思います。えー、それじゃ星野さん。朝日新聞の星野と申します。よろしくお願いします。あの検察情報改正案についてお伺いいたします。 先ほど総理、ご回答の中で,です、ね、国会のスケジュールは国会がお決めになるということでしたけれども、あの国会法の第59条と衆議院の先例集にはです、ね、内閣が議案の修正や撤回を請求する際の手続きが定められています。今、新型コロナの渦中にあってです、ね、この改正案に国民のコンセンサスが得られていない状況ですが、この改正案を束ね法案から切り離すよう要請する考えはございますでしょうか。 あの国会のことについてはです、ね、まさにこれ、国会がにおいてスケジュールを決めるわけでありまして、まさに理事会でスケジュールは決めていきます。そして、党においてはです、ね、私も幹事長のときはそうだったんですが、当然、国会のスケジュールにおいては、党で責任を持って進めていきます、もちろん政府と相談する場合もありますが、そういう意味で先ほどお答えをさせていただいたところでございます。あのこの考え方については、先ほど、もうすでに答弁をさせていただいたとおりでありまして。 これからも国民の皆様に。ご理解をいただけるように、努力を重ねていきたいと思っています。はい、それでは次の質問いただきます。はい、えー、っと、じゃあ、あの、後列、後ろから二人目、マスクとメガネの、はい、どうぞ。すみません、ラジオ日本の伊藤と申します。よろしくお願いします。えー、っと、あの、今の治療薬。 およびワクチンの開発に対する政府の支援、対応はどういう状況になってますか、お願いしだしわれわれ、この新型コロナウイルス感染症が、感染者が日本においても発生した段階からです、ね、治療薬、そしてワクチン、重視をしてまいりました。これは G7 においてもさままざな 国際上理の場においても世界の英知を結集すべきだということを申し上げてきたところであります。その中で日米を中心に共同治験が進められてきたデムデシビルはですね先日薬事承認特例承認という形で薬事承認を行いましたが重症者の治療にあたる全国の医療機関においてすでに投与が始まっておりますし重症者の方々に対応する 数においてそれに対応する数を私たちは確保しておりますまたアビガンにつきましてもですね観察研究ではすでに3000例近い投与が行われておりまして臨床試験も確実に進んでいます先ほど申し上げましたように有効性が確認されれば今月中の承認を目指していきたいと思いますまた。 えー、ノーベル賞を取られた大村先生が開発をされた、えー、イベルメクチンはですね長年、えー、皮膚病の治療に使われてきましたが新型コロナの有効性がまあ示唆をされておりまして、えー、国内においては近く医師手動遅延が実施される見込みでありまして、えー、こうしたあ、えー、治療薬についてですね、えー 有効性が確認されれば早期に薬事承認をしていきたいと思いますし、あの一日も早く国民の皆さんにお届けできるようにしていきたいとこのように思います。またあの最初に申し上げたんですが、それぞれのお薬品の特徴がございますので、それを組み合わせることによってですね、大きな効果を生むということが期待されておりますので、そういう意味では急ぎたいと思っています。またあのワクチンについてもですね。 えー、この世界的な制圧についてはワクチンが果たす役割は大変大きなものがあるわけでありましてまあ、えー、米国などではすでに治験が開始されています、えー、つまり人への投与が始まっているということであります、えー、国内では東大阪大感染研などにおいて開発が進められておりまして、えー、早ければですね、7月には治験が開始される 見込みであります、えー、さらに、まあ、セピやカビを通じて、ですね国際社会のと協力をしながら、ワクチンの開発を進めていきたいと思っていますはい、それでは次の方、はい、篠原さんテレビ東京の篠原と申します。 あの総理、先ほどの発言の中で、えー、感染者数、その人口当たりについて、ですね死亡者数も G7 の中でかなり抑え込めたというふうにおっしゃってました、あの一般の人々の間でも、まあ、その要因はですね BCG を日本人は受けてるからじゃないかとか、ですねあとは文化的な違いがあるんじゃないかといった俗説がありますが、これについて、まあ、総理、尾身先生は、どのような差がこういった結果につながったというふうにお考えでしょうか。 あの私もその BCG との関連等についても、えー、ちろんいろんな説があるということは承知をしております。あのえーまあ、日本において、まあ、10万人当たりの死者の死亡者の数というのは、まあ、0.5近辺でありまして、まあ、世界でも圧倒的に、えー、小さく抑え込まれていましたそれについてさまざ、あ、まな、えー 議論ががあるというふうふに承知をしておりますが、まあ、これはまさに専門家の尾身先生からご紹介をいただきたいというふうに思いますがいずれにいたしましても、えーまあ、現在の感染者数このおもちろん、えー、これだけの数の方が亡くなられたことは本当に痛ましいことでありますしこれからご冥福をお祈りしたいと思いますが、えー、我々も欧米,に欧米と比べてです、ね、相当小さく抑え込まれているこの水準をです、ね、水準の中において何とか収束させていきたいと思っています。 簡単に、まずは BCG のことは、今のところは BCG が有効だというエビデンスは今のところございません、それから日米オーンとの差ですで、これは基本的には私は3つあると思います、1つ目はやはり日本の医療制度がですね比較的しっかりして、全部とは、全人とは言いませんけど、多くの重症者が今のシステムで探知できて、適切なケアが行われて、医療崩壊が。 防げているということが1点目だと思いますそれから2点目は特に初期ですね感染が始まった初期にいわゆるクラスター対策というのがかなり有効だったと思いますそれから3点目はこれが最も重要かもしれませんけれども国民のいわゆる健康意識が比較的まあ、あの高いというこの3つが大きな原因だと今のところ私は考えております はい、えそれでは次の質問に参ります。はい、じゃ松本さん。N.H.K. の松本です。よろしくお願いします。特措法についてお伺いします。あの強制力を伴わない内容でもですね、今収束に向かいつつある状況と言えるかと思います。あの一方、この間ですね、あの知事はじめ問題点や改善点についての指摘もありつきました。 あのこうした中、まあ、秋や冬にはです、ね、えーまあ、再び流行期に入るんじゃないかという懸念もあります。先ほど総理も次なる流行の恐れは常にあるとおっしゃいました。まあ、今後の備えとしてです、ね、その今の特措法の内容で、必要十分なものだとお考えでしょうか。 またその今後、検証、政府対応を含めてです、ね、検証も必要かと思いますけれども、まあ、落ち着いてからだとは思いますが、いつご、どのようにです、ねえー、進められるお考えでしょうか、お伺いしたいと思いますあの今、ご質問にもあったようにです、ね、日本特措法は強制力、欧米に比べて非常にこれは弱いわけでございますしかしその中にあってもです、ね、国民の皆さんも大変なご協力をいただきました。いわゆる夜の街 のクラスターを防ぐためにですね、さまざまな自粛もお願いをしているんですが、相当程度で,ですね、えー、自粛自粛もしていただき、また、えー、人通りもですね、相当、えー、減らすことができました。これはもう皆様のご協力の賜物であるわけでございますが、あその中でですね、えー、まあどう、まあ、特措法について考えるかということで、まあ、ありますが、あの。 これはまさに今の対応がです、ねまあ、収束した段階で、えー、より強制力のあるものが必要だったかあるいはこれから必要かということについては検証しながら考えたいと思いますがもちろんそれが必要だというときになればです、ねまあ、躊躇なく法改正も視野に入れたいとこう、えー、思いますそしてまたわれのれの、まあ、戦略としてはです、ね、なるべくこの感染のピークの,この山をです、ねまあ、小さくしていく それは医療提供体制の範囲内でで対応できる山にしていいくととうことでありますそしてできるだけそれを後ろに倒していくことによってですね、えー、治療法、えー、お薬やワクチンの開発を進めていくということでありましてその中におきましてはもちろん大変医療現場の皆さんご努力を頂い,いてあ逼迫した状況もございましたがあ、まあ、人工呼吸器 ECMOICU 等々についてもですねなんとかこの範囲内においてですね 我々今対応することができていると思っておりますただ次なる山が来ることも十分考えられますがそれに対してできるだけ小さくしていくということもそうなんですが同時にですね、やっぱり検査体制も医療体制もさらに拡充もしていきたいと思っています、まあ、同時にですね、まさに後ろに倒していくという中においてこの治療法もですね今早急に進めているわけでありまして、えー、まさにこの 治療薬とワクチンの開発を急ぎたいと、またあ薬事承認を急ぎたいと思っていますはい、それでは次の質問をいただきます。それでは一番後列、あの奥から3人目の白いノートを掲げておられる方あるんでしょう、あのインドネシアの新聞記者なんですけれども、スシロリチャルと申します。あの緊急事態宣言の会場なんですけれども <coughs> その後にあのいろいろな対策もあるだと思いますので一つのことをあの国際郵便ですねあの4月1日から今までに、まあ、日本の国際郵便が、まあ、いろいろな国に、まあ、146カ国で含めてインドネシアもあのサービス止まりますあの手紙も送りできませんので外国人としてあの郵便局は大変世話になりますので、まあ、大変大事だと思います。 今あの,とあの泊まり、国際郵便はあの、まあ、ご検討いただけないでしょうか、よろしくお願いしますあのお、まあ、国際郵便なんですが、郵便を航空便でお届けする上においてはです、ね、まあ、カーゴを使うのと、あと旅客便ですか、それに乗せてお届けをしているのでありますが、あのインドネシアにおいては旅客便がです、ねまあ、中心。 でございまして今ほとんど旅客便がない中においてですね、まあ、残念ながらお届けできていない申し訳ないとこういうふうに思いますあの、まあ、総務省からですね日本郵便に対しまして、えー、状況について報告を求めているところでございますが、まあ、現在そういう状況でございますのでしばらくは難しいかもしれませんがあ国際郵便サービスがですねできるだけ、えーまあ、早くにですね 供給できるように、我々も努力をしていきたいと思っています。また、先般、ジョコ、インドネシアの大統領とお話もさせていただきました、我々まあ力を合わせてです、ね、この状況を乗り越えていきたいと思いますし、アジア全体においてです、ね、この感染症の対策をまさに協力をしていこうということで、感染症対策の,このセンター等の設立についても、日本からです、ね、提案もさせていただきましたまた。 移動防護具についてですね、えー、提供もお,あのお願いをさせていただいたところでありますが、われわれインドネシアともです、ね、力を合わせて乗り越えていきたいと、えー、こ思っております、はい、それでは次の質問いただきます、はい、は吉浦さん共同通信の吉浦ですよろししくお願いします。 新しい生活様式についてお伺いします。緊急事態宣言が解除される件を含めて、引き続き新型コロナウイルスの感染を防ぐ取り組みは <coughs> 欠かせませんが、一方であの、えーとま、この会見場のように、人と人の距離をできるだけ2メートル空けるですとかあの、会話の際はマスクを着用するといった、この新しい生活様式に終わりは来るのだろうかと。 いいう疑問も湧いていきます、えー、政府として、このような状況を実現すれば、古い行動様式に戻ってもよいというふうな目安や、えー、展望はありますでしょうか、先ほど、<laughs> まあ、ワクチンですとか、治療薬についても言及ありましたけれども、何かこう目標を持てるようなものがあれば、えー、お聞きしたいと思います。 まず、この新型コロナウイルスとの関係においてはです、ね、やっぱりワクチンや治療薬、かなり重要でありまして、これがですね、かなり決定的に効力があるということになればです、ね、われ我々はこのコロナウイルスに対して克服した、世界が克服したという状況を作り上げることができると思います。たただ、それまではです、ね、感染者が減っていっててて、いととししもです、ね、先ほど例として まあ中国や韓国やまたあるいは、えー、欧州もそうなんですがギュッと減っていってもまた再園するということがございますからその中でやはり新しい生活様式を作られていく必要があるんだろうと、えー、こう思いますただ、えー、同時にですねあの今我々も抑え込みつつありますから今回三0中県において解除することはできましたししかし五月のいっぱいの間はですね、えー 段階的に少しずつということでお願いをさせていただいておりますが、その中でやはり試行錯誤をしながらですね、回答を求めていくしかないんだろうと、こう思っています。あの人、まあ、徳元の日常に戻りたいという気持ちはみんな強いんだろうと思いますが、それまではですね、先,先ほどもおしゃいましたワクチンやあるいは治療薬が、えー 出現するまでの間はですね、えー、ある程度の長期戦も確保しながら少しずつですね進んでいくということなんだろうと思います。まあ、ただ、えー、言えることは間違いなくですね、日本は収束への道は進んでいる。えー、その結果ですね、えー、医療提供体制にも少し余裕も改善し余裕もできてきたということではないかと思いますが、まあ、我々もしかしさらに普段の努力をしていきたいと思っています。 はいえ、それでは次の質問をいただきます。はい、じゃあ今井さん。読売新聞の今井です。あの9月入学についてお伺いします。緊急事態宣言が一部地域で継続となり、あの学習に地域間で差が生じざるを得ない情勢かと思います。あの9月入学が望ましいとの意見がある一方で。 まあ5月末までに宣言が解除されれば授業時間の確保は可能との見方もあるようです。あの総理は現時点で9月入学の是非をどうお考えでしょうか。またいつ頃が判断時期のリミットとお考えでしょうか。よろしくお願いします。あのこの9月入学についてはですね、そもそも例えば教育再生実行会議においてですね、えー、ま今後の課題の一つとして9月入学。まあこれはえ国際社会において。 多くの国においてですね9月入学ということも鑑みこの、まあ、たくさんの学生たちが日本にもやってきますし日本の学生も海外に留学をする海外から帰ってきて会社に入る人もいるということにおいてそれも視野に入れるべきだという議論もありましたまたもちろん我が党内においても反対の議論もあるわけでございますがまずはとにかく子どもの皆さんの学びの場をしっかりと確保していく。 そして大きな差が出ないように最大限の努力もしなければいけないと思いますが指定解除のによるです、ね、学校再開のまあ状況やです、ね、また子どもたちや保護者もとよりまあ社会全体への影響をまあ見,極め見極めつつさ、ねえー、まざまな選択肢についてこの9月入学も有力な選択肢の一つだろうと思いますが、えー 前ベロに検討して、いきたいと、思っています。あの。まあ、もちろん拙速な、大変大切なことですが、拙速な議論は避けなければいけませんし。まあ、今の状況等も、まあ、どのように考えていくかということも大切なことなんですが。あの、しっかりと、この深く、議論をしていきたいと、思っています。今与党でも議論していると、思います。はい、それでは、次の質問、がある方、よろしいですか。えー、っと、それでは、吉田さん。 テレビ朝日の吉野と申します。あの東京の出口戦略についてお伺いしたいんですけども、えー、っと今総理は3つの考え方をお示しになりましたけども、まあ、我々もなんとなく東京が最後なのかなっていうふうに思ってはいるんですけども、例えば東京ではですね、あの医療体制が依然逼迫していると伺っております。例えば今の3つに加えまして、その病院のベッドの数ですとか再生産数といった。えー 基準をさらに示すお考えがありますでしょうか。まあ我々としてはあのゴールがより見えた方が頑張れるというところもありますけれども、お考えをお伺いしたいと思います。まあ今回、えー、解除する中においてもですね、あの一つは医療提供体制ということを申し上げました。またまあ監視体制、まあこれは例えば PCR 検査がしっかりとできているか。 ということでありますが、まあ、東京都においてはまだまだ課題があるのは事実であります。で PCR センター今度、えー、あのを、まあ、全国そして東京に、えー、新たに設けるわけでございまして、まあ、強化をしていく、えー、先ほど申し上げましたように抗原検査あるいは唾液でですね、えー、あの検査することも可能になる体制を作り強化をしていくということにもなります。また東京都において、えー あのまあ、病床数とです、ね、退院者の数についてですねあの、しっかりと確認することが大切だと思いますので、あの東京都にも、われわれもいろんなお願いもさせていただいております、あのそれも大変重要な要素だろうと思いますし、あのえーまあ、実効再生産数もです、ね、もう東京も,もちろん、えー、一をすでに大きく切っていると。 今0.5ぐらいですかね。一応切って0.5ぐらいなんだろうと思いますが、あのまあ東京都に、えー、はですね、まあ大都市としてのまあさまざまな特別な要素もあるんだろうと思います。まあそうしたことも勘案しながらですね、一週間後さらにまた二週間後にもですね、専門家の皆様にも。 検討していただきます,かです、ね、その段階でもちろん、今の基準に対していれば解除もしていきたいと思ってますが、そういう今言われた目標についてどう考えるかということについては、ちょっと尾身先生からお話をしていただきたいと思いますあのこれは東京都に限らず、私ども政府に提案させていた基準はですね、あのまあ、特に感染状況については、基本的に一番大事なのは、 直近の1週間の前後の報告数の比較と、それから直近1週間の人口10万体、まあ、それを0.5未満ということが基本に、ただそれだけを金貨玉状にやるんじゃなくて、例えばその他の実効再生産だとか、リンクのあるということも当然、参考にはします、それから医療の方ではでは、ね、2つ、今、われわれは政府に提案をしました。1つは重症者 のまあ受け入れの余裕がどうなっているのかということと、あとは重症者だけじゃなくてです、ね、一般の患者さんのどれだけの余裕があるかということも、ある程度考慮をするということで、そういうことで最終的には東京都も同じような判断にを、基準であの判断すべきだと思っておそれではです、ねあの、例えば ECMO とかです、ね、あの人工呼吸器等々についてもです、ね、まあ、東京都で、 どうなっているかということも,あも、われもしっかりと見ながらやっているところでありますが、今、尾身先生が言われた形で、ですね、まあ、1週間後に再び考えていきたいと思っていますはい、それでは次の日程、迫っております最後の質問にさせていただきます。はいどうぞ後列女性の フリーランスの安住と言います。あの先ほどあの第二第二次補正のことについてお話しされましたけれども、あのお金では解決できないような問題もあります。えー、例えばですね、このコロナのコロナの問題の後、社会が大きく変わって、えー、黒字倒産または早期廃業。 そういった企業が増えているというふうに聞いております。やはりそのあの大企業についてはですね。えー、あ、すみません。あの中小企業のですね。そういった中小企業に中国とかそういった外資が買いに入る可能性が極めて高いということが話に出ております。で、外資についあの外為法ではですね。上場企業については保護がありますが、中小企業についてはお金を入れるだけでですね。そういった法的な ガードがないわけなんですけれども、やはりこういった企業がですねこれまでの日本経済を支えてきたわけであって、これは日本の宝というような、そういった存在だと思うんですけれども、こういった企業をですね守るという意味の施策というのはお考えでしょうか。あの、えー 政策とかそういった日本の将来、そういったものをです、ね、ポストコロナ社会を構築するという意味でお考えかどうか、お聞かせいただきたいと思いますあのまず一つは、ですねもちろんこの、えーま、上場企業については、ま、外退命法において、ですねしっかりとわれわれ国益を考えながら、また戦略的にですね対応していきたいし、しっかりとわれ、えー、も注視をしながらですね。 日本の国益を守っていきたいと思っております。また、あの中小企業の中においてもですね、さまざまな技術を持った企業もあるでしょうし、またサプライチェーンを支えている企業もたくさんあります。もちろん中小企業、小規模事業者の皆さんが日本の経済を支えているという観点を持ちながらですね、事業の継続、やっぱその中においてですね、海外から買い立てかれることがないように。 対応してていいいきたいととここう思っているところでありますもちろんこれは基本的に日本も WTO の一員でありますから正当な理由がなければ防護することはできないのでございますがただその中におきましてもですねやっぱり今回サプライチェーンの問題もありましたし生活必需品特に医療分野においてもそうなんですがそういうものもやっぱり日本の にですねしっかりと日本で作っていただきたいと思っておりますし、また、あの投資先もですね多元化してもらいたいと、まあ、そういう支援も行っていきたいと思っています大切なことは、中小企業、小規模事業者の皆さんのですね事情継続を維持をするために、これからもさらに力を入れていきたいと思っていいますはい、では、以上をもちまして、本日の総理記者会見を結ばせしていただきます。ごしまどううもありがとうございました